こんにちは、カービです。今回は OB 第4弾強さランキング発表していきたいと思います。今回の OB 第4弾、予想外の豪華なラインナップになってますね。昨年までの OB 第4弾は正直あんまり強い選手が出る弾っていう印象はなかったですよね。どちらかといえば純正ユーザー向けのラインナップになっていたと思うんですが、それが今回いきなりこれですからね。このラインナップを見た時に僕は一つ確信しました。これはもう間違いなく OB 第6弾まであると思いました。今最強決定戦オールスターリーグが開催されておりますけれども、この第4弾を今回の最強決定戦にぶつけて、で第5弾 OB が2月にやってきて、で第6弾をめちゃくちゃ豪華にして3月の純正最強決定戦にぶつけてくると、ここまで見えましたね。まあもちろん答えはわからないんですけども、僕にはそんな未来が見えましたということで、今後2月3月どうなっていくのか非常に楽しみですね。では今回もこの OB 第4弾の強さランキング発表していきたいと思います。査定の内容はいつもの通りです。リーグオーダーを想定して査定しています。各項目1刻みの5段階評価になってます。最低1、最高5として評価をします。総合評価はより細かく 0.5 刻みの最低1、最高5として評価をします。自動操作を前提とした査定になっておりますので、リアルタイム対戦は考慮には入れていません。そしてこのランキングは僕の主観ですから、これが絶対というわけではありません。カーピはこう思ったんだなということで受け止めてもらえたらと思います。そしてあくまでもゲーム内の能力を評価したものになりますから、その辺よろしくお願いします。では行きましょう。それでは今回も第12位から順番に行きます。第12位は楽天の聖澤選手にしました。楽天はどうしても OB の層は薄くなりますよね。歴史が浅い分しょうがないところではあるんですが、その中でもこの聖澤選手は比較的強力な選手だと思いますね。ミートがあと1高ければミート A にしてコンボに絡めていくこともできたと思うんですけども、そこは特に楽天純正やっている方なんかにとっては非常に残念なところなんじゃないでしょうか。守備は非常に魅力的ですね。限界突破をしなくても外野3ポジション全部守ってくれますね。特殊能力は超盗塁二重丸を持ってます。これは特殊能力コンボを非常に出しやすい能力になります。走塁盗塁、この2つは超特能を2個組み合わせるだけで極みコンボが発動しますので、そこは非常に有利になりますね。次、第11位です。はい、第11位は DeNA 佐伯選手です。こちらは完全ミート型で素でミートが絵に乗っております。ミート型コンボ、ミート絵コンボに絡めていくことができますね。守備はあんまり使わせたくないかもしれません。全身守備の動画はあまりにも有名でしょう。特殊能力は超アベレージヒッターを持ってます。これはストロングポイントですね。代打で使っても面白いかもしれません。次、第10位です。第10位は阪神下柳選手です。請求型で球威請求の同値に持っていくこともできますし、請求 A に持っていくことも可能です。先発にしてはちょっとスタミナが低いかなとは思いますね。スタミナ面はちょっと心配かなと思います。6球種持ちなのもいいところですね。今回のラインナップでは一番球種が多いピッチャーになります。ピッチングフォームがいい感じですね。足の上げ方とかいい感じに見てると思いました。次、第9位です。第9位はカープ江藤選手です。はい、ここでもう江藤さんが出てきました。江藤さんが9位、この第4弾がいかに豪華か表していると思いますね。今回の江藤さん、注目ポイントとしては今回からミートが77まで上がりました。これでミート A を狙うことができるようになりました。これは特にカープ純正的にはめちゃくちゃ大きいですね。守備面はちょっと心配ですね。特殊能力は超アーチストを持ってます。これはカープでは前田さんと江藤さん、この2人しか持ってない貴重な特能になります。このシリーズ2はサードの強選手かなりたくさん出てますからね。その中ではこの江藤さんは少し見劣りしてしまうかもしれませんね。
続いて第8位です。はい、第8位はロッテ、ウィラブ選手です。こちらは完全球威型で、球威ガスで A に乗っております。スタミナも A に乗ってますね。はい、ウィラブ選手、90年代の選手なんですが、その頃のピッチャーにしてはこのストレートの速さは異常ですね。ウィラブ選手もピッチングフォームがいい感じですね。この最後一塁に倒れる感じとか、めっちゃイラブさんっぽいなって思いますね。次、第7位です。第7位は加藤選手です。こちらは完全ミート型ですね。完全ミート型で、ミートとパワーが素で A に乗っております。このミートが高すぎるのはプロスピエス的には困るんですよね。プロスピエスのジレンマですね。守備はちょっと危険な香りがしますね。特殊能力はこれは最高の組み合わせでしょう。阿部ひにチャンスにパーヒッターということはありません。次、第6位です。第6位は張本さんです。こちらも完全ミート型で、ミート S も狙えますね。で、ミートとパワーが素で A に乗っております。このあたりは加藤さんと能力的に似てるかもしれませんね。守備が危険なのも加藤選手と似てますね。特殊能力は超アベレージヒッターに広角打法にチャンスと、広角打法を持っているのがポイントでしょう。ただ弾道は高弾道のままになりますから、理想差面での使いやすさはそこまでではないかもしれませんね。続きまして第5位です。第5位は西武、秋山選手です。西武の秋山選手といえば元祖はこの人ですね。パワー総力エドチ、パワーと総力でコンボを組んでいる方にとってはこれ以上ない選手になるでしょう。守備力も文句ないですね。センター適正 A で、肩も89と文句ありません。この秋山選手はぜひトリプルスリーの年で一回出てきてほしいですね。そうしたらひょっとしたらオール A なんかも狙える能力で出てきてくれるんじゃないでしょうか。次、第4位です。はい、第4位は岩瀬さんにしました。こちらは球威型ではありますけども、球威と制球の同値を狙うことができます。ただ保身称号、針の穴を通す制球、1点狙いになりますから、これは非常に難易度は高くなります。無理に狙うと痛い目を見るかもしれませんね。岩瀬選手の弱点は球種の数ですね。逆に言ったら弱点はここだけでしょう。長継ぎもできますし、間違いなく最強リリーフの一角ということが言えると思います。ここからトップ3です。第3位はこの選手です。はい、第3位は巨人の堀内さんです。堀内さんは球威とスタミナがデフォルトで A 同値ですね。このプロスピエスは強選手に球威スタミナ同値の選手がたくさんいるんですよね。ダルビッシュ選手、大谷選手、松坂選手、斉藤和美選手、太陽の平松さんなんかもそうでしょうかね。そういった選手たちと非常に相性がいいということが言えると思います。球種は5球種ですね。 OB はどうしても球種の数は少なくなりがちなんですけども、この時代の OB で5球種あれば御の字でしょうね。次、第2位です。はい、第2位、杉浦正さんです。杉浦さんは見ての通りのオールエドチが狙える能力になってますね。ここは評価せざるを得ないでしょう。この人の欠点は三球種というところ、これだけですね。ここさえカバーできれば個人の能力は最強クラスですね。中継ぎもできて利便性も高いですし、ゲーム内でも最強レベルに位置してくると思います。このスラーブはかなり気になりますね。リアタイで話題になるんじゃないかな。そして今回の第1位はこの人です。はい、第1位、ヤクルト古田敦也選手です。はい、この人はどうしたって1位だと思いますね。なんせ他の選手で全く替えが効かないんですよね。ミパエドーチのキャッチャーだったら他にもいるわけですけども、キャッチャーとしての守備力も最強クラスで、さらにミパエドーチも狙えるとなってきますと、もう本当にこの人しかいないんですよね。この古田さんはプロスピエスとゲームの中で替えが効かない選手ナンバーワンだと思うんですよね。
まあ、そういったことから今回の1位は順当なんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は本当に大豊作ですね。最高評価、総合点が5点の選手がなんと7人も出ました。間違いなく過去最高の大豊作ということになるでしょう。まさか第4弾がこんなことになるとは、これは全然予想できませんでした。動画の最初でお話しした通りで、僕は今シリーズの OB は6弾まであると見ました。皆さんはこの第4弾の豪華さをどのように見るでしょうか。ぜひコメント欄に書いていってください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にプロスピレス楽しんでいきましょう。コメント、ツイッターのフォローも待ってます。ではまた。